チャラリンコクッキング、はい、チャラリンコ、はい、今回がね、2020年ラストの動画になります。で、今回はね、もうね、年越しそば、作っていこうと思います。エビのね、サクサクのエビの天ぷらで、ね、簡単で美味しい天ぷらそば、ね、もうね、2020年もね、いろいろありましたので、エビの天ぷら揚げて、ね、テンション上げ上げ、サクサク揚げ揚げでいこうと思います。で、今回のね、見どころはこのめんつゆを使うんですね。めんつゆにあるものを入れて、ちょっとした工夫で作るだけで、すごく簡単にお店のね、ような、そばつゆになるよっていうね、作り方を、紹介していきます。まずはね、このエビの天ぷら、サクサクのね、エビの天ぷらから作っていきまーす。今日はちょっとね、1人前で作るより、2人前で作った方がちょっと勝手がいいんで、エビね、ちょっと大きめのエビなんですけど、これ、殻付きのね、無頭エビ、これを使います。天然エビ、これね、4匹ですね。はい、で、これをね、皮剥きます。はい、上のね、天ぷらなんで上の尻尾をね、残して、こんな感じで皮を剥いていきます。これすごく大事なこのね、尻尾のとこをこう切ってやります。はい、で、中に水が入ってるんで、こうやってちょっとね、しごいてやる。包丁の腹で。包丁の背か。はい。で、水を出してやることによって、跳ねなくなるんですね。そうしたら、ちょっとね、背側に包丁をスッと入れて、浅く入れてください。で、ここに腹を、ね、背綿。背綿があるんで、取ります。はい。そうしたら、今度この関節がありますよね。ここにこういう。ここにちょっとね、切り込みを入れてやります。スッスッと。はい、そうしたら、ピタッとまな板に乗せて、見るかな。はい、ピタッとまな板に乗せて、これをちょっとね、伸ばしていく。ね、のすって感じですね。のしエビ。はい、こんな感じです。はい、これでね、一丁上がり。で、水気が残ってるんで、これちょっとね、リードペーパー。リードペーパーで、水気を切ってやると。はい。まあ、これでね、エビの天ぷらの仕込みが完成です。はい。じゃあちょっとね、エビの水気を切ってる間に、つゆの方をね、ちょっと準備しておきます。これね、昆布、だし昆布はね、10センチぐらい。ね、10センチぐらい。これ2杯分なんで。で、水をね、400cc。400ml。日本酒 50cc。50ml。料理酒。ちょっといい料理酒ですね。コンビニ50。ね、今回の、麺つゆ。麺つゆが 200cc。200ml ですね。はい。で、これでちょっと置いときます。まあ、時間があればね、30分ぐらい。時間があれば30分ぐらいこれ置いとくと、ね、昆布が戻るんで、いいと思います。で、その間にね、天ぷらの方をやっていきましょう。はい、そしたらね、エビの天ぷら。ね、もう水気がね、しっかり取れました。で、ここで大事なのが、水をね、しっかり拭き取ってください。これが、美味しい天ぷらを揚げる、ポイントですね。水をしっかり拭き取る。はい。で、今回はね、昭和の天ぷら粉っていうのはね、黄金ですね。これを使います。これね、美味しいんですよ。簡単で。これが一番ね、失敗がなく、美味しくできる天ぷら粉だと思います。はい。で、これをね、このエビさんにね、しっかり、ね、打ち粉っていうのね、打ち粉。これをしっかりエビさんに、打ち粉をしてやると。はい。じゃあね、衣の方を作っていきます。で、衣はね、なるべく、油で揚げる直前にね、作ると、コシが出なくていいです。はい。じゃあ、これはね、冷蔵庫で冷やしておいた冷たい水ですね。
はい、これをね 150ml、 150ml 入れます。はい、でこれ天ぷら粉、昭和天ぷら粉1カップ、はい、で、さっくりとこうしっかり混ぜるんじゃなくて、さっくりと、あ、もうこんぐらいで OK、 こんぐらいですよ。はい、じゃあね、フライペンコーナーですね。はい、したらね、これ菜種油ですね。菜種油を、だいたいね、エビがね、エビがしっかりかくぐるぐらい、ごま油ですね、ごま油を、菜種油に混ぜてブレンドして使ってやります。でもったいないんで、菜種油9に対してごま油1ぐらいでいいです。まあ、ごま油の分量を増やせば、香りがね、強い美味しい天ぷらになります。ちょっとね、温度確認、分かんない人はね、測ってください。パッと衣を落として、はい、サッと上がってくるぐらい、はい、ここまで油の温度が上がったら、このエビを、衣をしっかりつけて入れていきます。いい香り。でちょっとね、こう衣を、落としてやって、花を咲かせるとか言いますよね。花を咲かせてやります。で今170度ぐらいのところに、入れても一気にね温度下がるんですよ。で花咲かせるとやっぱ一気に温度下がっていくんで、170度まで熱してやって、160度から170度の間で、サクッと揚げていくっていうのがね、僕のやり方です。もう最後のね晩餐なんで、年越しそばはもうね今年最後のね、ごちそうです。美味しく作りたい、花を咲かせよう今年の最後に。テンション上げ上げ、天ぷら上げ上げ。はい、したらね、この泡が小さくなってきて、触った時に衣がカリッカリ硬い、硬くて持ち上げた時にちょっとね箸に振動が来る程度、はい、これぐらいになったらもう揚げちゃいます。はい、あともう余熱で中にしっかり火が入ってるんで、揚げすぎないのがポイントですね。揚げすぎるとどうしてもねエビが硬くなっちゃいます。はい、これが美味しいエビ天の揚げ方、サクサクですね。揚げたてを塩パラッとやって食べたいですね。はい、じゃあね先ほどの、このそばつゆ、これ火かけていきます。でもうひと煮立ちっていうかね、さっと温めるって感じですね。でお湯がね沸いてきました。そしたらちょっとね昆布を取り出してやります。はい、でここで一回もうふつふつさせて火を止めますと。はい、したらこれですね、でおかか、おかかこれ1パック2グラムで、これ2杯分なんで、4グラム、かけそば1杯に対して2グラム、これおかかを入れちゃうんです。はい、でこします。はい、もうこれだけ、これだけで超美味しいそばつゆの完成です。これがねすごい美味しいんですよ、コクが出てね。うん、でこの余ったカツオと昆布あるでしょ、これ昆布刻んで佃煮にしたりね、おにぎりの具にしたり、ね、できます。ちょっと酒みりんと醤油と砂糖ちょっと入れてフライパンでいってやって、ね、ご飯のお供に最高です。で今回はね、もうこれおそばはこれ使います。もうお湯にさっとくぐらせるだけのゆでそばね、冷凍のおそばとかでも OK です。せっかくなんか年越しそばだから生そば使いたいっていう方結構いると思うんだけど、まあね、森とかザルとか森だったら生そば使いたいんだけど、かけそばのあったかいそばの時はねもうこういうので簡単に作っても十分美味しいです。
お湯がワクワク、ね、ワクワクしました。はい、もうお湯がワクワクしたらね、もうこれ、このね、茹でそばなんで、もうさっと、さっともうくぐらせるだけ。さっとほぐしてやる。ちゃちゃっと。生のそば使うとね、茹でて、そんで水で洗って、その後はアットアクするためにまたお湯に戻すっていう手間がかかりましたね。はい、もう茹でそばなんで、もうこれ、はい、ちゃっちゃで OK。熱々にしたそばつゆを入れてやります。だいたいね、2杯分くらいかな。もうちょっといく？ちょっと丼がこれ大きいね。おそば、茹でたてのそばを入れます。3つ入れちゃいました。はい、こんな感じですよね。いや、すげえうまそうです。もう香りがいいね、カツオの香り風味、カツオと昆布のね、だしの風味、それからね、ごま油使ってあげた天ぷらの香り、これが素晴らしくいい香りがもうたまんないですね。でね、もうそばといえばこれ、七味唐辛子。はい、これをね、このようにかけていくんですね。はい、これは好みですね。はい、美味しそう。じゃあ早速、いただいてみましょう。この天ぷら、サクサクなんですよ。このつゆにつけて、うわ、うまそうだね。天ぷらから、プリプリ、サクッとね、香ばしいですね。うん、でつゆがすごく美味しい。この麺つゆに本当にちょっと昆布とカツオ、これを効かせることによって本当にね、お店の味、もうね、本当にこれもうね、びっくりしますよ。これだけでこんなになるのっていうね、味です。まず香りがすごくいいです。で、麺つゆに足りないコク、それが一気にグッと上がりますね。で、上品なんだけどしっかりこうパンチが効いてる。そばにしっかり、そばの香りに負けないつゆ、ほんとうまいです。これぜひね、やってください。これやらないと損ですよ。これもね、そばつゆ作っ、この麺つゆにちょっとこれやるだけで本当にね、老舗の、お店のようなね、美味しいそばになります。これはやった方がいいね、絶対。はい、でおそば、うん、美味しい。今年最後の美味しいめちゃんこウルトラスーパー2020年ラストスパート、美味しいですよ。これは本当にね、うまいっす。もうこのさっとお湯にくぐらせるだけ、かけそばの場合はもうね、これで十分です。うまいっす。香りがいい。エビ、うん、うん、サクッと揚がった衣のサクサクのエビの天ぷら、ごま油の風味がいい。で、この出汁、最高。これは贅沢だね。本当にこのつゆは最高です。これだけでこんななっちゃうんだもんな。本当ね、びっくりする。これだけでこんななっちゃうんだもん。これでね、もういい新年が迎えられる、素晴らしい令和3年が迎えられるでしょう。あ、でも本当いる、本当にね、今年はね、いろいろあった。今年は本当大変な年、まあ、今までね、自分も40年生きてきた中で、今年ほど、ニュースになることってなかったのかなっていうね。もう世界規模ですからね。そんな中でも、もう新しい年を迎えられる、まあ、命に関わっている方もいるし、こう生命とね、戦っている医療の方、本当に頭が上がらないです。そんな中でも、普通っていうか、まあ、まあね、新年が迎えられる、普通にも迎えられるっていうのも本当感謝しかないですね。これはね、新
たり前のようだけど、すごいことだと思いますよ。本当感謝しかないです。はい、ってことでね、今回はこの、サクサクの衣とめんつゆにちょっとしたことをするだけでものすごい、老舗お蕎麦屋さんのような育ち用になるっていうね、裏技動画で公開しました。はい、これが美味しそう、この天そば美味しそう、やってみたい、少しでも参考になったよ、そう思っていただけたらぜひチャンネル登録、いいねボタン、ポチリンコお願いします。はい、ってことでね、2020年ね、本当にありがとうございました。来年も、よろしくお願いします。良いお年を。令和2年最後のチャラリンコじゃんけん、はい、いくよ。チャラリンコじゃんけん、チャラリンコ、はい、ピース。最後は笑ってテンション上げ上げてピースマークでね、皆さんもピースでね、これ合言葉だと嬉しいな、ね、皆さんもピースって感じでね、令和3年もよろしくお願いします。また見てね、皆さん良いお年を。愛してるよ。